回かかりすぎだよ。インフィニティエボルブドをまな板でボコすだけの動画。やっていきましょう。動画をまたいでしまうほどに長かったブラストファーネスの精錬ですが、そんな長い時間と工程をかけて出来上がった、この精錬鉄というアイテム。この精錬鉄は、なんと、すでに無限化できている鋼鉄と互換性のあるアイテムです。もしかしたらこの精錬鉄限定のレシピがあるかもしれませんが、現時点ではやたら工程をかけて作る甲斐のあるアイテムという立ち位置です。とまあ、前回から置きを引き伸ばしたはいいけれど、工程かなりかけた上でできたアイテムがしょぼいという、番組ディレクターなら即降板レベルのやらかしをしたところで、今日もやっていきましょう。しっかしまあ、まな板のせいでチェストがすぐ埋まっちゃうわね。インフィニティエボルブド2波アプライドエネルギースティクス2があるから、アプライドエネルギースティクス2の倉庫でも作りましょうかね。どれどれ、ME コントローラーのレシピワット。あったあった。よかった。あまりレシピ改変されてなさそうですね。はじめのレシピとは違いアプライドエネルギースティクス2製のレンチが要求されていますが、まあこれぐらいなら現段階でも作れそうです。お次のクエストはレインフォースドブラストブリックを作れとのこと。こいつ配膳作ったブラストファーネスの上位互換で、ブラストファーネスの欠点である精錬時間を短縮できるという優れものです。材料も既存のブロックに鋼鉄まな板貼り付けるだけなので簡単ですね。とはいかないんだよなぁ。さすがインフィニティエボルブド。細かいところの難易度上げも怠らないですね。じゃ、やっていきますか。ベルトコンベアを作りました。こんな感じで、乗っているアイテムやモブを輸送します。輸送力や輸送速度が高いわけではありませんが、コストも安くロマンもある輸送手段なの近すぎですよ、プレイ中の私。ロッククラッシャーを作りました。レールクラフトで追加される粉砕機ですね。例のごとくマルチブロックなんで組み立てましょうね。できた。ロッククラッシャーは RF エネルギーで駆動します。ので、その辺にあるサバイバリストジェネレーターでもくっつけとけば大丈夫です。粉砕が終わると、って音が流れます。これはこれで。なあ、で完成しないのか。わたーしか間違えずにブロック揃えたはずですよー。間違えていました。要求されているのはヘビーエンジニアリングブロックなんですが、私が用意していたのはライトエンジニアリングブロックっていうね。はっつ。あまりの恥ずかしさにまな板で鋼鉄を4096個ほど作ってしまいましたが私は元気です。それで、今回ハッチンとヘビーなんちゃらを持ってきたので完成するはずですが。あ、できた。今作ったのはメタルプレス。イマーシブエンジニアリングで追加される機械です。メタルプレス派金属を金型で成形します。金型は複数種類あるので、用途に合わせて金型を素手で成形してください。で、素手で成形した金型をメタルプレスに入れて鋼鉄を流し込むと、なぜか素手で成形できない鋼鉄まな板が出来上がります。そして、なんで素手で鋼鉄まな板作れんのやろ。と思いながら、鋼鉄まな板をブラストブリックに貼り付けることで、目的のレインフォースドブラストブリックが完成します。一応組み立ててみたんですが、この精錬炉、なんと、精錬時間が前の精錬炉より短くなりました。以上の特徴がありません。通常環境であれば便利かもしれませんが、今環境ではすでに鋼鉄波無限化できているんですよね。今日何してたんだろ、私。